皆様ごきげんよう、今日なんですけど、マサトさんとまた対談させていただけるということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合がまだ終わって間もないですけどね。日曜日だから月火水木4日、4日ですね。まだ結構顔ね顔がちょっと青いもんね、はい、こんぐらい腫れてて、なんかあ、そんな腫れた、はい、試合直後はそこまでじゃなかったでしょ。まあ目は潰れてたけど、いや、試合直後がこのぐらい腫れてましたね。あ、本当、はい、なんか打撃はそんなだったんですけど、うん、締められて、はい、肘の後に締められて、うん、多分プッて出ちゃった。あ、腫れちゃったんだ、はい、いやでもあの試合、総合の試合で俺こう、まあ見てたんだけど生で、はいはい、久しぶりにドキドキしながらこう見た試合だったなとね思ったんですけど、まあ結果的にはまあ残念だったけど、どうでしたっていうかいやでも悔しいですね。マサトさんと前回対談させてもらって、あそこから、まあ、言われたことはほぼ全部やってたんです、うん、毎日、うん、で、まあ、ミット打ちですごい変化を感じて、うんうんうん、打撃のキレとかやっぱ体力とかすごく綺麗だし、うんうん、結構自信はあったんですけど、まあ、寝技の部分でちょっとやられちゃったなっていう、うん、ところですね。いやだからあの試合を見てて、うん、あ、やっぱ総合って難しいなと思いましたよね。打撃だけじゃないわけじゃないですか、うんうん、打撃だけだったらまあ、ね、そのままいけたんだろうなと思うけど、まあ、そこからやっぱ寝技、ああなるとな、まあ、こっちの立ち技の選手からするともう全くわからない世界だなみたいな、うんうん、感じがしたんですけどね。でも1ラウンドチャンスあったじゃないですか。そうですね、ね、あの時に効いたなっていう風な場面、はい、ボディーからその後パンチ打ってクラッと来たじゃないですか、クレベル、はいはい、あれどうだったんですか。効いてるなっていうのは分かってたんですけど、なんか目がまだもう死んでなくて、うんうん、踏み込みすぎると逆にテイクダウン取られるっていうのがあるんで、うん、寝技の選手って、うんうんうん、ちょっといけなかったんですよね、うん、でも行ってもよかったなとは思いますけど、うん、今思えばあそこはただなんか取られればの話になっちゃって、うん、あそこでなんか行って全部の体力を使い切っちゃったら後から倒せなかった時にきつい展開になるだろうしっていうのはあるんで、うんうん、まあ、何とも言えないんですけど、うんうん、結構俺今日こう来る前に見直してたら息上がってたのはミグル君の結構ハーハー言ってる音が結構テレビに入ってて、どっちだろうなと思って。結構クレベル選手の方が疲れてたと思うんですけど、クレベルの方の息かな、結構ハーハー言ってたんで、うん、画面上でも結構音を大きくすると分かるくらいの、はいはい、僕はあんまり疲れてはなかったですね、うん、あ、じゃあまあ打撃のプレッシャーに対してクレベルが消耗してるって形だったんだ。だったんですかね。やっぱプレッシャーあるとこう向かい合ってるだけでも疲れてくるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そういう面もあったのかな。うん、実は僕はあの2日前に海君と食事したんですよ、はい、みぐる君の話をしてて、はい、あそこの1ラウンドのあそこのチャンスあったよねっていう話をしてて、はい、で海君も試合を見てたらやっぱ俺もあそこで行けって言ったんですよって言ってその VTR 見直したら確かに海君も今聞いてる行けっていう声が入ってて、あ、まあでもこうああいう本当にレベルの高い試合勝負になってくると、はい、ワンチャンスなんだよなと思って、うーん、チャンスは2回ないんだよなとか思って、あそこが勝負の分かれ目だったんじゃないかなみたいな気がしたんですよね、はい、なんか結構無意識のうちになんか負けることを恐れてたんですよね、うん、勝ちに行くべきでしたね、もっと挑戦してみる、うん、あそこで、はい、まあ、絶対負けたくないのが強かったんですよね、多分勝ちたいよりも、うん、寝技の選手はちょっと難しいところではあるんですけど、うん、まあ、結構なんか視聴者の方からもっと寝技を勉強してくれみたいな言われるんですけど、うん、結構寝技も練習はしてて、うん、あんまり1本って取られることないんですよ、うん、僕も。だからクレベル選手の技術が相当すごいっていうのはあるんですよ、うん、やっぱ何でしたっけ、 KSW でしたっけ、はい、KSW、 KSW、 やっぱなんかこう僕はあのトレーニングしてるところがあのレフリーの和田さんが一緒いるんで、はい、試合の次の日も和田さんと会ってその話をしてたんですけど、はいはい、やっぱ KSW って結構ロシア系のゴリゴリのやつらが出てくる団体 で、 そうです、そこのトップになってるからやっぱクレベルは相当強いっていう話をこう聞いてて、
でもあの時和田さんは1ラウンドでクレベルが効いた時に止めようかどうしようか一瞬迷ったって言ってました。あ そのぐらいこう、あ効いたな、このままこの後に攻めていったら止める準備をしようって考えたっていうふうに言ってて、はい、まあでもやっぱこう選手って、まあ、俺もそうだったんだけど、効いた時にいかに相手に効いたことを悟らせないかっていう騙し合いもするでしょ。そうですね、はい、聞いてないふりを、はい、まあそういう目だったんだろうなみたいな、クレベルの目が聞いたのをこう2人にしかわからない、絶対俺聞いてないんだぞっていうような目つきをしたんじゃないのかなっていうふうに思って、うまかったんですね、顔の表情っていうか、うん、まあやっぱでも気持ちが強いなと思いましたね、うん、今回の試合に勝つっていう気持ちがやっぱすごい強かったんだろうね、まあ、このチャンス、はい、チャンスとこう今までのその今いる自分の境遇とかを変えてやろうみたいな、はい、そういう意識がすごいあるんだろうなっていうのを感じましたよね。そうですね、すごいですね、豪勢なね、減量終わったからね、はい、結構何食べました？終わって、その日ですか、うん、その日はうどんと雑炊食べましたね。結局試合までのリカバリーは何キロだったんですか？当日の夜に 7.5 キロぐらい増えて、うん、次の日は6キロぐらいなんで、多分計量より6キロ多い状態で試合しました。71とか72キロ、ね、72キロ、はい、それはまあいつも通り、いつも通りでしたね、はい、で減量どのぐらいされてました？減量はもう一番やっぱコンディションいい時は練習もだいたい73キロぐらいでやって、はい、で3キロぐらい落として、で試合当日も73、あじゃあ水抜きは3キロってことですか？そうです。だからもう大晦日の最後の引退試合はリングに上がったのが 72.8 で、はい、でもほぼ 2.8 なんで全然こう普段通り、はい、うん、結構立ち技の選手は落とさない人多いですよね。なるべく落とさない方が、うん、昔は若い頃は結構落としてたけど、落とさない方が普段から絞ってる方が、うん、もうスピードがやっぱ速いんで、はい、キレが戻しすぎちゃうと重いなっていう感じがして、はい、総合はそういうのないですか？重いな、僕はでも基本的に打撃の打撃じゃないですか、はい、でも結構組み技の力が結構差が生まれちゃうんで、うん、ああそうなるべく戻した方がいいんですけど、僕多分8キロ9キロぐらい戻せるんですよ1日で、うん、本当は、うん、なんですけど1回ちょっと戻した時に重すぎて、うん、でそこから6キロぐらいにしてます。うん、そのぐらいがちょうどいいっていう、はい、でも今回試合終わって、はい、俺やめるっていうのかなと思ってたんだよね。え、なんですか？いやだから結構今回あかけてたな、かけてやってるし、はい、まあこう終わった後のインタビュー見ててもちょっと前どうしようかっていうようなこと言ってたじゃないですか、はい、やめるっていうのかなと思ったら次の日にもう一回やるっていうから、はい、あそこの心境の変化は、まあやめた方が楽なんですけど、うん、でもまあやっぱりまだ見たいっていうファンの人も多かったのと、まあ、負けたまま終わるのも自分の性格に合ってないなっていうのがあったんで、うんうん、あとまあ1ヶ月すごい頑張ってきたんですけど、なんかもうちょっとやった方が結果として出てくるのかなとも思ったんで、うんうん、まあ、1ヶ月じゃまあそんな変わらないよね正直、はい、うん、やっぱりこうもうちょい時間欲しいなっていうのは見てて思って、はい、うん、でまさとさんに、まあ、行ってもらえて、あのミッドのトレーナーを、まあ、雇ったり、で寝技のトップの選手を呼んだりしてるんで、うん、この環境でもうちょっと練習を続けて、うん、様子を見てみようかなと思います、うん、はい、僕もね2006年くらいから本気にもう一度チャンピオンになろうと思って、やっぱなんやかんや3年かかったんだよね、はい、もう一回取り返すまでに、うん、だから本当に最初2006年の時にフィジカルのトレーナーをつけて、はい、2人でこう朝多摩川の土手をダッシュとかしてたわけ、はい、で自分の中では
相当やったっていう自信があって、はい、こんだけやってきたんだから勝てるだろうみたいな気持ちでリングに上がったのね、はい、で準決勝でアンディ・サーっていう選手に負けて、自分の中ではあこんだけやって勝てないんだったらダメなのかなって一瞬そこで引退がよぎって、初めて、はい、よぎってどうしようかなみたいに1週間ぐらい考えてて、そしたらそのフィジカルのドイトレーナーっていうんだけど、ドイトレーナーからメールが来て、はい、僕はマサト選手を3年間で作り上げようと思ってますと、今はねトレーニング始まったばかりでまだまだこっからなんですみたいな、まだ絶対に強くなれるみたいなメールが来て、はい、でそのメールが来てすぐそのトレーナーに電話したんですよ。俺ってまだ強くなることできるんですかって、はい、そしたらいやいやあの今始まったばかりなんでこっから僕は3年かけてマサトさんをチャンピオンにしようと考えてるとって言われて、あ分かりましたと、じゃあ俺は土井さんの言う通りに全てやるんで、はい、チャンピオンにもう一回してくださいと言ったら分かりましたと、その代わりチャンピオンになるにはマサトさんは練習は真面目にやるんですが練習以外の時間の使い方が良くないですっていうんで、それはどういうことですか、マサトさんは練習以外の時間が忙しすぎると、こう他のいろんなテレビの活動をしたりイベントに行ったり、あと夜は夜でこういろんな関係の人と食事をしに行ったりとか、はい、それを全部やめてくれって。なるほど、はい、じゃあそれをやめたらチャンピオンになれるんですね、それをやったら絶対に良くなりますって言われて、はい、じゃあ分かりました、じゃあそれ全部やりますって言って、で3年間でもそういうテレビとかそういう他の仕事の活動はもう試合の2ヶ月前から一切やらないことでした、はい、でまあ本当にそれまで夜寝る時間も2時3時だったのを10時に寝るようにした、うん、10時に寝るようにして朝6時に起きる、そしたらもう体力の回復の具合が全然変わって、はい、こう前日疲れても朝起きたら元気になっちゃう、そんな感じでトレーナーの言う通りに365日24時間チャンピオンになることを考えて生活したの、はい、それはだから練習時間はもちろんそうで、練習終わったら朝の練習が10時からやって、まあ、11時とか11時半に終わってで食事して昼寝をするの、はい、昼寝をするのも練習だと思って、そこで回復の時間を作るっていうこと、はい、で昼寝をしてちょっと寝て全然違うわけ回復が、はい、回復をさせた後に4時からまたジムワークをする、でジムワークをしてその後食事をしてもう夜9時くらいには寝るっていう、そういうスタイルを3年続けたの、はい、したらもう一度チャンピオンになることができたのね、で多分前の話で何かを得るには何かを捨てる法則があるっていう、だから俺が捨てたのはチャンピオンになるためには夜遊びしないからすごいねみくる君はいいんだけど、そうですね、だこの間の試合前も夜9時ぐらいにもう眠いって言って寝てたから、はい、あこれはすごいいいなと思って、だ 一個違うなと思ったのが朝練終わった後に休憩する時間がないから、うん、あこれ疲れるなと思って、はい、あそこで休憩してから午後の練習に臨めばまたいいんだけどなとかっていうのは思いながら、はい、ちょっと見ていたかなっていう、うん、ただね、まあ、いろんなしがらみというか仕事があるから試合前の遡ってどんくらいはやらないとか、はい、そういう決め事にしてもいいのかなとかちょっと見てて思ったかなっていう、うん、やっぱこう朝練終わってそのまま撮影行ってやってその後午後の練習って言ったらこれ相当疲れるだろうなと、うん、だけどいいのは8時とか9時にもう眠いって言って寝てたから、はい、あこの時間寝てればまあ大丈夫なのかなとか思いながら見てて、ただやっぱ夜眠れないって言ってたでしょ、眠れなかったって言ってたでしょ今回。ああそうですね、あの痛くて体が、あ痛くて、はい、あ痛くて眠れない、あの筋肉痛で寝れなかったですね、うん、いやなんかこうだいたいオーバーワークになると睡眠不足にもなるのよ、オーバーワークって、オーバーワークでしたね1ヶ月か、うん、そうでしょ、はい、だからこう1ヶ月の短い間にやっぱ詰め込みすぎたから、はい、オーバーワークって食欲がなくなったり睡眠不足になったりそういう症状が出てくる、うん、あなるほど、うん、まさにでしたね、うん、
さっき言ったあの1ラウンド始まってクレベルかミクル君がどっちか分かんないけど結構息がハーハー言ってるって言ったのが、まあ、もしかしたらオーバーワークの疲れが残った状態でリング上がってたかもなみたいな、いつもより疲労が疲れるなって感じるのが早かったのかもしれないなとか思いながら、はい、あんまりこの疲れてる感じはしなかったんですけどね、うん、試合の中では、うんうん、まあ、でも無意識にあったのかもしれないですね、うん、そう俺もね昔そういう風に言われたの、記者の人にオーバーワークって、いやでも俺はオーバーワークじゃないみたいなっていうまあ感じもあったけど、まあでも、まあ、見ててそこはちょっと思ったとこかなみたいなね、うん、あとはでもまあ俺もこう負けた相手に最終的に全員にやり返して最後終わったんで、まだ現役を続行するってことはまあそういうストーリーで、朝倉未来物語を完結させるっていうのが一番いいのかなみたいな、はい、そうですね、ちょっと2人にリベンジしようかなと思ってます、うん、でやっぱ打撃じゃなくて、ね、2人とも寝技のタイプなんで、はい、この寝技ってどのぐらいのスピードで覚えるのかっていうのは全く全然わからないんで、わからないけど、まあ、結構真剣に寝技勉強しないとなんだろうなっていう気はしたかな、うん、そうですね、うん、はい、まあでもなんか実力はそんなに離れてないと思うんですよね、うん、いや紙一重よ本当に、はい、あそこのチャンスの生かし方だったのかなっていう、はい、なんでちょっとまたやり返したいなと思います、うん、はい、ね、うん、ご飯食べますか食べますか、ね、はい、いただきます。 いやすごいですね、減量明けなんてもう食事が濃く感じてしょうがなくないですか。何でもうまいですね。ね、なんか減量明けに牛乳とか飲んだら、牛乳ってこんな甘いんだなと思ったことあったなっていう、若い頃に、はい、10代の頃、うまっ。今日朝飯抜いてきたんですよ僕。あ、そう今鍛えられてますよね結構。うん、鍛えてる。3食食べられてるんですか。食べる、朝昼は結構がっつり。へえ、僕2食にしててずっと朝と夜だけにしてたんですよ、うん、その試合前の減量期、うんうん、だから昼に食べるのは結構新鮮ですね。朝食べて練習して、朝食べないで練習して、ウィダー飲んで練習して、でご飯食べて、あと夕方食べてでした。夕方練習前に、練習後に。練習後ですね、はい、ウイダー食べて練習して、はい、その後また何も入れないで夜まで練習し食べない。朝練の後にご飯食べてました。うんうん、はい、朝練の後に9時ぐらいに食べて、11時ぐらいですね、はい、8時から10時ぐらいまで練習してたので、うん、でそこからランニングして、でご飯食べて11時ぐらいに食べて、でそこから30ぐらいからウエイトをやって終わって18時ぐらい夜ご飯食べてました。本当は脂肪を燃やすには炭水化物を食べないといけないって知ってる。え、逆にですか。うん、へえ。炭水化物を入れないと脂肪はね燃えてこないの。へえ。炭水化物少なめにしてましたね。やっぱこう練習量が多いから、はい、タンパク質もまあいるけど、どちらかといえば炭水化物の方がすごい必要になってきて、はい、だから多分炭水化物結構食べても太んないというか、まあ減量がきつすぎるから、まあそうですね、1ヶ月前にオファー来るんで、うん、そっから10キロ落としてるんで、なんかもうあんまり、うんね、食べれないんですよね、量。そうだよね、はい、それはそうだよね。もうさ、はい、榊原さんも絶対逃がさないって言ってたからさ逃がさない逃がさないって言ってたよはい、はい、言ってたよね。だから逃がさないんだったらもう次の試合の予定もう今から決めてくれって。はい、いつもずっと言ってるんですけど、なんかあと年間スケジュール出てんじゃないの。出ない。なんか地上波とかの兼ね合いでコロコロ変わるんですよね。あ、はい、あとコロナの状況とかで今は特に、うんうんうん、なんでなかなか難しいみたいですけど、ね、決めるのも。でも次はもう一応いつって出してもらったの、はい、
そうですね、うん、ちょっと2ヶ月前にはさすがに、うん、UFC とかは半年前にはもう決まってるんで、うん、あれいいなと思うんですけどね。いやまあ1ヶ月前で10キロ落とせって言ったらまあ酷だよね。ちょっときついです、ね、練習じゃないもんね、体重落とすために動くだもんね。そうですね。美味しいですね。うん、美味しい。結構現役時代外食されてたんですか、あの夜。もう今の嫁とずっと一緒に住んでたから、はい、結構作ってました。ああ、そうです、うん、結構弟とかは付き合いすごい大切にしてるんで、うん、多分スポンサーの方とかとすごいご飯とか行ってると思うんですけど、うん、僕は逆に行かないですね、全然、うん、夜ご飯とかなんか友達としか行かないですね、うん、基本的には。まあ、その方がやっぱ試合が近ければ、はい、その方が試合スタイルを見てると海君は荒いね。確かにね、ちょっと性格的に逆になっちゃうんですよね。ほうほうほう、はい、そう思った。やっぱこう長男なんだなと思って。あ、僕ですか、うん、はい、長男ってやっぱり慎重に行く人多くない？あ、そうなんですかね。あそこの場面でだからやっぱ慎重になったんだろうなと思って、はい、で俺も海君も次男なのね、はい、海君もあそこ行けみたいな俺もあそこチャンスだったら絶対行くなとか思って、はい、なんだなっていう風にちょっと思って。確かにそうですね。やっぱこう統計的に長男次男だと長男の方が慎重なのかなみたいな。俺も兄貴2個上にいるんだけどやっぱ全然慎重だったもんね。格闘技やられてる？格闘技やってないけど、あ、性格、こう性格が、はい、なるほど、うん、確かに慎重かもしれないですね僕、うん、意外とこうガーっていきそうなイメージがあるけど、はい、試合のスタイルを見てて長男次男だなっていうのが感じたすごい。カイ君なんかはさ、こう普段はすごいおとなしいニコニコしたタイプでしょ、はい、それがあのパウンドの顔見たときさひどい顔しましたね本領発揮してるわみたいなでも俺もそういうタイプだったなと思って。人が変わってますもんねあれ、うん、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。続きはまさとさんのチャンネルで投稿されてますんで概要欄から見に行ってください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。